安倍首相が辞任を発表してからしばらく、たった今、現在、国内だけではなく海外でも安倍ロスと呼ぶにふさわしい現象が起こっているようです。特にアメリカではこれが顕著で、複数のアメリカメディアは今後の日米関係に影響が出るだろうと懸念しているのだそうです。引用元です。海外、安倍氏の辞任は世界の損失、複数の米メディアが安倍総理辞任の悪影響を懸念。アメリカの CNN は安倍首相の辞任を受け、安倍首相が辞任したことによりアジア太平洋地域の安定や日米同盟が脅かされると報道。安倍首相は地域の安定の源であったとし、次の首相も日米関係に献身的であることを期待するとしています。ウォールストリートジャーナルでは、過去最高にあった日米関係が台無しになる可能性があるとし、今後の日米関係に懸念を表明しています。安倍首相は就任以降、経済や外交に力を入れており、特に外交面では日米関係を重視し、アメリカのトランプ大統領とはお互いに名前で呼び合う仲にまで発展。現在の日本の安全保障はアメリカの存在なくして成立せず、安倍首相以前の政権で禍根が残った対米関係を修復したことが大きいのでしょう。民主党政権では普天間基地移転問題でアメリカの信頼を失い、日米関係が崩壊しかけていましたが、安倍首相はこれを改善。ただ改善するだけではなく、以前の政権よりも強固に日米関係を築き上げました。その結果が、複数のメディアが今後の日米関係を懸念する声をあることにつながったのでしょう。現在のアジア情勢は対中国、対北朝鮮で大きく揺れており、安倍首相はトランプ大統領とともにこれらの国に対して強い姿勢で臨んできました。特にアメリカは最近は中国に対して圧力をかけ続けており、中国との間で大きな溝を生んでいます。アメリカは世界各国に対して中国に圧力をかけるように呼びかけており、その中で日本はいち早く同調。こうした取り組みが日米関係をより揺るぎないものにしたのです。アメリカファーストを掲げるアメリカがここまで他国を褒めることはほとんどなく、アメリカにとっても日本がどれほど重要な国であるかがわかります。となれば、安倍首相の後任の首相を気にするのは当然で、仮に安倍首相が行ってきたことと真逆な外交を打ち出せば、再度日米関係に亀裂を入れてしまうことになりかねません。日本にとってのアメリカはもちろん、アメリカにとっての日本もとても重要な役割になり、それだけ日本の地位が上がったということなのでしょう。海外では安倍首相の辞任を損失、また今後の関係継続を訴える声が多く、今回はその声の一部を抜粋して紹介していきます。海外の反応。安倍首相辞任後の日本との関係を心配する必要はないと思う。次の日本の首相もきっと全ての面でうまくやっていくさ。心配する必要は全くない。日本は常に国際秩序に基づいたルールを守ってきた国なんだ。世界的なパンデミックの陰に隠れて民主主義国家を食い物にしようとしている全体主義の政権を許すわけにはいかない。トランプさんにとって安倍さんの辞任は痛手だろうな。 CNN はちょっとほじくった見方をしすぎじゃないか。何を言ってるんだ。アメリカと日本は今後も協力して中国に立ち向かうさ。自民党は今でも政権与党だ。安倍氏の辞任後も外交政策は変わらないと思うがね。こういう記事を見ると日本のためにいい仕事をしてたのね。トランプさんと安倍さんの絆は強いし、二人にしかわからないような関係性があったからね。きっと安倍さんが辞任を正式に発表する前からトランプさんはそのことを知ってたんじゃないかな。改めて安倍さんは戦後日本で最高の首相だったな。次の選挙もトランプさんに勝ってほしい。その時こそ彼が本当に何ができるのかがわかると思うから。最長の政権を樹立した安倍首相は
ナショナリストへのシンパシーから2013年に論争を呼ぶ神社に足を運んだ。そのことが中国や韓国を傷つけたが、それでも彼がアジア地域を安定させていたのも事実だ。安倍首相は世界秩序を守ろうとする規則主義者であり、多国間主義者でもあったからね。大丈夫だって。次の首相も安倍さんの路線を引き継ぐって。アメリカ人はプロパガンダにはまったらダメだぞ。バイデンになってうまくいくはずがない。トランプこそ敵性勢力からこの国を守っていくんだ。次の首相はトランプ大統領のように中国に対して強硬なはず。その意味では安倍氏は物足りなかった。率直に言って安倍さんの辞任は世界にとって大きな損失だと思う。特にアジアの国々にとっては。もしバイデンさんが勝利したらオバマ式の外交に戻る。独裁者に対する融和政策が始まるんだ。そしてそれは日本にとっては脅威に他ならない。とりあえずまだ後任は決まってないわけだからね。今は日本の政治の行方を見守るしかないよ。記事に強く同意する。いや、つまりすでに辞任会見後に国際市場で影響が出始めてるから、後任者もアベノミクスを引き継ぐことになるのだろうか。俺は日本人が本当に大好きだ。彼らはどう国を導けばいいのかよく理解してるから。私の感想、かねてから日本にとってアメリカはとても大事な国でしたが、ここ最近になってアメリカにとっての日本もとても大事な国になっているように感じます。今後誰が日本の首相になっても対米関係は貴重となるはずで、世界が心配するほどのような懸念はあまりないと思います。反政府のメディアや団体はこうした関係をアメリカの犬やアメリカについていくだけと非難していますが、現実的に見ればアメリカと関係を悪くすることがいかに愚策かどうかはわかります。またアメリカもアメリカで大統領選挙を控えており、トランプ大統領が再選することもとても重要なこと。安倍首相が日本の世界的な地位を高めたことは海外の反応を見れば明らかで、次の政権でも世界に認めてもらえる外交、政権運営をしてもらいたいと願います。